NHK 宛名なし郵便で受信料徴収へ NHK が3日の記者会見にて住所だけで郵便を送ることができる特別宛どころ配達郵便を使い7月から受信料徴収業務を行うと明らかにいたしました NHK の前田会長は一部地域で試験的に利用し反応を見ながら改善していきたい今までのようにものすごい数の文章を 受信契約がない家庭に限りなく配る方式から精度が高いものにしたいと説明しておりますが NHK はこの特別当て所配達郵便を利用し NHK の契約方法の案内などを行おうとしているようでございますがまずは都内の大規模郵便局から送られるようでございますけれども この NHK の受信契約については、末端の受信契約を行う職員がたびたび問題を起こし、そのたびに批判が殺到するような事態となっておりますが、この特別当てどころ配達郵便が導入されれば、そのような問題についても改善していく可能性はございます。 まあただ NHK がこの郵便を使った契約方法の案内において不当に受信契約を強制するような内容になってしまいますとさらに国民の皆様から批判が出る可能性もございますので NHK にはこの郵便を使った受信料徴収業務において国民の皆様の理解が 得られる形で案内を行っていただきまた NHK の番組内容についても現状軍艦島などの関連で国家においても大きな問題になってしまっておりますのでそのような問題についても今後も国会や国民の皆様に対し対応を取っていただき 国民の皆様が NHK に対して気持ちよく受信料を払える環境についても、同時並行で整えていただくようお願いいたします。以上になります。ごご聴いいたた。だきありがとうございました